ポコラジは。さて、今日もコツコツどこまでマリオチャレンジ。最近ちょっとずつ残機が回復してるからね。今回こそ30を超えるんじゃないかな。あ、もうお前はすぐ調子に乗る。さてやっていこう。あ、これはオンオフスイッチを切り替えて進んでいく感じか。まあこれは普通に上から進んでいくよね。あ、またズルニャンしやがって。で、ちょっとさらっと死なないでよ。やばい、アーバーのタイミングが絶妙すぎて。終わった。あ、危な。これ普通にパス案件じゃね。パスまでするような難易度ではないかな。こうやって慎重に進めば問題ないし。おっと、これはパスだな。ちょっかよ。たく、相変わらず判断が遅いんだから。いや、それよりもこのコースもなかなかやばいんじゃ。大丈夫、マグナムキラーの乗り継ぎだけでしょ。見ててごらん。知ってた。視聴者さんたちもわかってただろうね。もう、開始早々3つも残機を減らしてるんだから。こんなんじゃ到底30に到達とか無理だな。いや、ここからの追い上げがすごいよ。根拠が皆無よ。ってちょ、なのよ、このヤバそうなの。。プラパを利用しての疑似強制スクロールか。でもさ、これ上に登って戻っちゃえば。あー、先生、ホコニャン君がまたズルニャンをしてます。で、どこに先生がいるんだし。ここにおるぞよ。いや、マリサのことかい。で、運びにぞよとかいう先生はまずいないだろ。まあでもこれで安全に立ち回れるね。よし、そろそろ行こうか。ギミックをガン無視しやがって。安全に立ち回れるんだからこれでいいでしょ。おっと、こういうバブルとかは普通に来るんだね。本来ならこのドッスンも脅威なんでしょうね。うわっと、このドッスンはやばい。バーナーも来るんだぜ。危ねえ、なんとかノーダメージ。ふう、ヒヤヒヤプレイが多すぎるんだぜ。正規の生き方で言ってたらあんた間違いなくやられてるわよ。だから保険をかけてズルニャンしたんじゃないか。あ、ここが画面端ね。ここで裏エリアに行くのか。さあ、ここは、ちょっとあんなのキノコがあるんだぜ。いや、でもこれ壁に埋まってて取れなくなってる。嘘でしょ。まさかのチラ見せかよ。ま、とりあえず中間地点だね。この下のヨッシーたちも、ただの飾りってわけだな。悔しい、めちゃくちゃ欲しいってのに。あれ、ゴール。マジか。あ、なんかまた急に始まった。これはいつものやつ。はぁ、あ、また残機を減らしてるし、ぬ。さあ、気を取り直して。何かしら、この矢印。アイテムが隠されてる的な。おわっと、そういうのじゃない。わかった、これもしかして後ろ向き走行で行くんじゃない。まさかの、なんでだ。多分上にテレサがいるんだと思う。だぁ、減速しちゃったか。ほんとすげえコースだな、これ。これって止まった時点で、積んだってことになるよな。もうちょっとやりたかったけどね。はぁ、これでもう残機は18まで減っちゃったわよ。最初は24機もあったのにな。大丈夫、最初に言った通り30まで増やすから。さすがにもう無理だわ。たく。それよりこのコースは、すぐそこにゴールが見えるわね。だが何かしらをしないとそっちに行けないと。なるほど、どうやら謎解きコースみたいだね。ここは焦らずじっくり行きましょう。オッケーオッケー。上のオンオフスイッチは、パウブロックを上げなきゃ届かなさそうだね。そんじゃ、まずはそこの P スイッチか。さあ、押したことによる変化は。わからぬ。とりあえずそこのワンナップキノコを取ろうかな。ま、取って道が切り開くわけじゃないけど。よし、じゃあ上のドアに入ってみようか。一応 P スイッチを押した状態でね。おっと、ワンナップキノコ。ギリギリ取った。あ、これ P スイッチを押してるから土管の上のブロックがコインになってるのね。それでトゲゾーメットが出てきたと。これはどうすればいいのかしら。もう一回蹴ってみる。特に何も起きてない。こっちのエリアも特に変わった様子はないわね。あ、もしかしてトゲメットをかぶるとか。トゲメットを蹴って無理やりかぶることになるけど。オッケーオッケー、位置は把握した。おお、かぶった。ここからはどう頑張ってもゴールができないと。さあ、トゲメットでできることといえば、ここのブロックの破壊だね。おお、竜巻で上昇した。よし、これでパウブロックに乗ってオンオフスイッチを押すと。破壊しちゃダメだろ。今のは悪い見本。ほら、ここから出ればすぐにパウブロックに乗れるっていうね。完全に後付けだけどな。
カロンコーラが出てきたね。これを吐くと下のソーダグレープも進めるけど、まさかそんなめちゃ狭いところから行くのか。おお、すごい通ったわ。圧死しないんだな。これでゴール。ちょっと青ブロックで塞がれてる。これどうすれば。何かまだやり残したことか。あ、いけたわ。なんで脱いだと同時に蹴ったからだね。ちょっと知らんよ。ああ、しまった。操作ミスでパスが遅れちゃった。手間にやってんだし。たく、せっかくさっきのコースで2アップできたのに。マイナスボタンが手から離れちゃった。このコースはマントで飛んでいく感じか。マントアクションは割と得意だから問題なさそう。あ、ちょっと。手足を踏み外してるし。ちょっとこれって。もしかして助からない?バカねえ。さっきから何やってんのよ。ボンミスが目立ちすぎてるぞ。こりゃもう最初から飛んだ方がいいな。おっと危ない。手足踏み外したら死ぬところだったぞ。もう、ちゃんと集中してよね。いやもちろんわかってるんだけど。さあここはただ飛んでいくだけのコースじゃないっぽいね。ここは絶対食らいたくないけど。マントでうまいことかわしていこう。ドッスンがいるわね。下のブロックは壊れるから注意だな。まあでも、ドッスンも一緒に落ちていくから先に落としておこう。で、今危なかっただろ。え、僕の通常運転ですけど。デフォルトから危ないやつかよ。やっぱり空を一気に飛んでいこう。でも途中ワンナップキノコとかあるかもしれないわ。そん時はそん時で。おっと50コインだぜ。おお、これは絶対欲しい。下はどうなってる?ちょ、クッパがいるじゃねえか。ああ、嫌っちゃった。ちょ、どうする?倒さなきゃ鍵をもらえないのよね。あれ、今クッパ。自ら超人自殺しなかったか?本来なら左のオンオフスイッチの切り替えで落とすんだろうけど。おっと、ゴールだった。クリアできたけど、ノーアップってのが辛いな。ゴールデバーに触れたと思ったのに。ま、しゃあなしやな。それよりまさかの太陽がいるわよ。ユースキンの太陽はちょっと気持ち悪いんだよな。ゼルダの伝説の時岡に出てくるやつみたいよね。ミラーシールドで光を当てるやつか。上のスネークブロックが気になったけど、まあいっか。これはきつそうだな。5マス分しかないもんね。まあ5マスあれば十分。あれ、中間地点じゃん。もしかして割と短めなコースなのかしら。だといいんだけどな。あとはどこかに3アップできるポイントとかあれば。そうね、今回かなり不調だし、下手したら残機が一桁になっちまう可能性だって。いやーここまで来るのもかなり苦労するからな。とりあえず一発クリアを目指したい。ここはかなり危なそうだが、でもなんかノリと勢いでどうにかなりそうなコースだよね。さあなんだか怪しげなドアがあるけど。ここに入って即マグマとかありそうだしな。奥にジャンプで届きそうだし、このまま行くよ。あれ、ゴールの床?やっぱり短いコースだった。でもやっぱりノーアップ。お前嘘だろ。嘘?最後に太陽にやられるとは。今回中間から始めてるからいないっていう。何よこの拍子抜け感。ふぅ。時間的にこのコースがラストかな。ほら、ノーミスで3アップすれば20に戻るよ。いやお前の最初の目標は30だったじゃねえか。プラス6どころかマイナス7だからね。しょうがないでしょ。って、それよりこれ P スイッチの乗り継ぎ。で、テレサに当たってるじゃないの。頭ぶつけて飛距離が落ちたの。さあどこまで続くのか。あれ、またキノコじゃん。これはありがたいわね。さあここは。ちょ、思わず P スイッチを踏んだけど。コインがブロックになるから効率悪いじゃねえか。あーもう、出てたくそか。あはは。切れるまで待てばよかったね。さあ慎重に進みなさいよ。もうここで死ぬわけにはいかないからな。大丈夫。お、今度はこっちに傾ければいいのか。よし順調ね。お、ここで中間地点か。今度はトゲがたくさんあるね。一回食らえるが、ここはノーミスで突破したいな。うん、これ多分コインがナビになってるっぽいね。もしかしてイライラ棒的な?うん、私こういうの苦手なんだぜ。集中しないと本当に食らっちゃう。ふぅ、怖いね。よし、ノーダメージで突破だ。ちょ、なんだよこの怪しい演出。土管の下に何かが。もしかしてボスバトルとか。え?ちょ、思ってた感じと違うわね。完全に外に来ちまったじゃねえか。まあいいや、上の50コインを取ろう。さあこれで2アップね。まだコインは大量にあるっぽいな。
よし、なるべく多く取っていこう。でもそろそろ雲の効果が切れるわ。大丈夫、キラーの砲台から出てたから無限だよ。今度は右から行こうか。よし、30コインはありがたいな。これであと約30枚だね。この感じなら普通にありそうだな。さあ、ここで食らったか。あ、でもこれだけのコインがあれば。よっしゃー、これでフリーアップ確定。何気に久しぶりじゃね。単純にコース運が悪かったんだって。あ、ピンってあるわ。ってことはこれで終わりか。コインはなるべく取ってと。おお、目の前にゴールバー。あ、たく。あんたらしいわね。中途半端に残しやがって。